皆さんこんにちは、リスペクトマリモでおなじみの松本バチでございます。マリモジャパンのバーター番組、怪盗 G スタイルが始まりました。怪盗 G スタイルフォース、今第11戦目です。道半ばでマリモジャパンに敗れた結果、私は今こんな格好をしておるわけでございます。このラスト2戦、怪盗 G スタイルへの道、というそのなんていうんですかね、ガチのバーター企画の方から2人勝ち抜いて上がってきた助っ人がいるということで、今回は大体ですね、その助っ人というのはですね、その、このグランパさんの癖を見抜く、意味で、私にアシストしてくれるので、大体僕の実践日の前の実践日に実践して、あ、こんな感じでしたよ、バチさん明日これを狙うといいんじゃないですかみたいな感じでやるんですけど、なぜか、今回は私が先に実践して、で明日来るのがショー、おそらく、名だたる数あるパチンコパチスロライターの中で、一番、貯金残高が低いである男ですね。冗談抜きで、貯金残高が約4桁と3桁の間をうろうろしております。でもう一人が、平君ですね。平君は大久保の方にやってくるということで、いやまあね、6人ですか、6人で争ったんですか、6人で争ったわけなんですけど、6人の中にもっとパチスロ本当にうまいやつとか結構いたんですけど、やっぱりねしぶといんですよ。まあ別に僕もその自分のこと含めて言いますけどね、この世の中のねクズはしぶといんですよね。やっぱりしぶとくないクズは淘汰されていってしまうから、ああいう類はねここぞというところで引っかかってくる。まあその底力に期待しつつ、今日はね一日マリモジャパンをリスペクトしながら頑張ろうと思うんですけども、私がですね、そのマリモジャパンのワールドカップ決勝で敗れてですね、今日は一日マリモジャパンを宣伝しながら、マリモジャパンという番組を宣伝しながらやっていくという感じでやっていくんですけども、約束事としてマリモジャパンの中の名シーンベスト3、私が発表させていただいて、マリモジャパンまだ見たことない方もいらっしゃると思うんですけど、全部見てる人もいるんですけど、あるあるっていうシーンね、私3つ選んできました。番組を全部見てですね、4日ぐらいかかったかな、全編全部見ました。いやいい番組だったね、ほんと。始まってから終わるまで全部楽しい。で私の選んだ名シーンベスト3発表させていただきます。第3位、えらいフラグを引いた時に、あって言いがちっていうやつですね。あっていう、これやっぱり探してみてください。名シーンとして必ずありますから。これはねたまらないですよ。マリモさんのねこの聞き迫る、あーってどっから声出してか分からないやつ、これが第3位ですね。第2位、ミルクティー大好き、やっぱね飲みます。要所要所で映り込んでると思うんで、要所要所で飲みますから、見てください。コーヒーじゃなくてミルクティー派です、マリモさんは。で、流行る第1位、マリモちゃんババンの名シーン第1位、デケ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 デッ、ニットキャップが可愛い、ニットキャップ被ると可愛いですね、マリモさんがね。僕はずっとこのキャップがワークキャップ被ってますけど、マリモさんなかなか帽子被んなくて、まずキャップ、つばのついてる帽子がマリモさん死ぬほど似合わないんですよ。ちょっと悲壮感漂うぐらいに、オマリーみたいになるんですね。ヤクルトにいた、ヘルメットがうまく入ってオマリーみたいな感じになるんですけど、これニットキャップ被ると可愛いんです。以上、マリモジャパンの名シーンベスト3です。やっぱ迷いましたけど、ネタバレしないで、やっぱこれはいいシーンだなっていう、いいシーンだ、1位に関してはサムネで確認できますので、動画見なくてもサムネで確認できるので、ぜひとも探してみてください。そんなこんなで、私が今日、狙うのがですね、34番なので、もうだんだん行かなきゃならないんですけど、ちょっと入ってから決めようと思います。ちょっと時間が結構カツカツなので、バタバタではございますが、マリモジャパンの話したせいなんですけど、それでは、34番、今行きます。というわけで、間もなく開店ですので、あとは始まってから考えようと思います。それでは、大事な大事な、ここ負けれない戦いですので、一生懸命頑張ります。それでは、実践スタートです。
お願いします。よし、行ってみよう。ちょっとね、寝台の長眼つか、まあ明日ショーなんで番長3かどっちかかな。長眼つちょっと見てみましょうかね。お、開いてる。寝台行ってみようか。角にしよう、荷物でけし。さあ、それではですね、朝一は、寝台であるパシスの長眼つ、撮ってみました。まあ、この島がね、結構あ、ベル揃ってんな。まあ、いつも強いで、この列結構ね、寝台が入るんですけど、寝台がね、中野店の方は結構強いっていう印象があるんで、ちょっと攻めてみましたと。で、どんな台かっていうと、基本的にチャンスゾーンから、あ、これチャンス目ですわ。チャンスゾーン、2種類あるチャンスゾーンから、あ、違う、チャンスゾーンから ART 突入を目指すって。で、ART 突入を目指して、 ART が特化ゾーンから始まるか、普通の ART かっていう感じですね。で、チャンスゾーンに関しては447が止まればチャンスゾーンらしいです。で、2ゲーム間44で6で、残念ながら今回はなし。で、この、チャンス目、今引いた、こう左にこれを狙って、この形から出るチャンス目ですね。それにチャンスゾーン当選率に設定差があると。で、もう一つが、で、それでチャンスゾーン当たらなかった時に、ここに今2つついたんですけど、ここが3つになればチャンスゾーンが出てくる。で、チャンスゾーンこっちには設定差なしです。で、チャンス目から直接チャンスゾーンが当たるやつに設定差があるっていう形ですね。で、 ART はサマイス管理になってます。 5.95 機は初の。なので、最初に入って、まずは何枚獲得できるかを決めていくんですけど、あ、テンパイした。おお、揃った。これがいわゆるボーナスの役割してるチャンスゾーンの一つですね。転送図柄から26ゲーム。なんせ私、初打ちだもんでね。で、今、初打ちだから、ちょっとトニーさん、うちの雑誌のトニーさんのね、実践記読んでたんですけど、トニーさん、開店から初めて ART 入ったの19時でしたね。ART 突入率が、まあ、設定1だと500分の1ぐらいなんで、まあ、結構ね、苦労すると苦労しちゃうんですけど。あ、子役を揃えなければゲーム数払いか、払い出し、払い出しで終わるのか。で、今リプレイが揃ったからって、で、払い出しを全て受ける前に、まあ、子役を引いていくっていう、まあ、リプレイで、まあ、リプレイを引けば引くほどお得っぽいよね。はいはい、今だ白ね。おお、行ってくだち。あ、そうか、あれチェリーも一応払い出しなのか。だからベルじゃなくてチェリーで、払い出しをなるべく受けた方がいいってことですね。あと4回払い出しが受けれる。お、ロックしてる。あ、これラストゲームか。これ多分当たんないでしょうね、さすがにね。黄色ぐらいではちょっと残念。で、今のが転送揃いの方のチャンスゾーンだと。で、転送揃い、今のが成功した時の長眼ツラッシュ突入率にも設定差があって、高設定ほど長眼ツラッシュに行きやすい。高設定ほどっていうか、これ奇数ほどか。で、56が最高で 29% あると。で、1だと 21%、 2だと 15%、 3だと 24%、 4だと 18%。 まあそこまで思考を稼げないだろうから、外れ、つかん、あ、ついた。で、これポイント3つになったんで、サバイバルゾーン。
背景の色で、マイゲーム公約成立役によって奇数揃い抽選するんですけど、今これ青ですね。青の他に青緑赤っていう風にあって、もちろん赤の方が、当たりやすい。ハーデスのヘルゾーンです。わかりやすく言うと、ハーデスのヘルゾーンですね。トニーさんの実績を見た感じ、青と緑はかなり厳しめみたいですね。赤でようやく、50% ある、まあ、チャンスゾーン自体は99分の1ぐらい、設定1でも90分の1ぐらいで入るらしいので、僕が今ね、すごいもう50分の1で引いてる、今50分の1で引いてる転送モード、まあ、チャンスゾーン、プチボーナスなんですけど、150分の1ぐらいですね。トニーさんが1000ハマってますけど、1000ハマってますけど、150分の1ぐらいですね。まあ、引けてる方って、だから、おチャンス目、4つ目。そろそろね、当たってほしいね。チャンス目からのチャンスゾーン当選率、サバイバルゾーンの当選率は、定設定期が 16% で、4号が 20% で6が 25% なんで、そろそろちょっと1回当たっておいてほしい。直当たりした。いやね、この3ゲーム前ぐらいのベルの時にここが黄色くなってたんですよ。ずっとここからベルが、この液晶が、まあ何をイメージしてるかちょっと分かんなかったんですけど、あれって有力感マークついてるなと思ったんです。で、奇数揃いしたんで直当たり、1だけどガンツラッシュかな。むむ、ちょっと待ってください。直当たり、直当たりはどういうことなのかな。直当たりに関しては全くあれが出てないですね。これ、まあ、後々分かるようになるとは思いますけど、ちょっと今の段階では普通にガンツラッシュでいいのかな。で、サマイス管理型なので、最初に何枚もらえるか初期枚数を決めるのが、ガンツラッシュか超ガンツラッシュだと。で、今はその、振り分けが、直当たりなので 35% で超ガンツラッシュスタート。平均割れ枚数がガンツラッシュだと120枚で、超ガンツラッシュは400枚超え。それがまあ100点取ったら超ガンツラッシュ突入、でかいけど、あ、70点ガンツラッシュですね。70点だと7ゲーム間、なるほど。で、7ゲーム間枚数は上乗せしていくと、10枚20枚、リプレイが一番安いだろうな、多分。このベル、なるほど、ベルいくら引けるかだな。で、この間に転送揃いすると超ガンツラッシュに格好上げになるらしい。なので、80枚かなトータル。で、 ART 中も、まあ、基本的には通常時と一緒と。チャンス目からの、チャンスゾーン、もしくは転送揃いからで、両方ともパスすれば上のストッパーゾーンが始まるよと。何かを煽られてる。あ、ヌラーリヒョンバトルだ。
これね、突入したらで勝てば超貫通らしいんですけど、まあ、なかなか勝てないらしい。ベルレア子役でチャンスと。リプレイ、オールリプレイ、これは勝てだよ、さすがに。なるほどね、10枚で終わる、あと5枚で終わる。あー、これで終わりだ。おー、すごいタイミングでパスのは適度に楽しむ遊びですって出ちゃう枚数よりも先に出てきましたね。パスは適度に遊ぶ遊びです。もうやめろってことですかまあ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 、初当たりはこんな感じと。せっかくの直当たりだったんでね、超貫通ラッシュの方を振り分け引きたかったですけど、いやまあ今日超貫通ラッシュをね、トライしたのにも結構理由があって、まあマリムさんって結構ね、恐れずに信頼に突撃していくタイプなんですよなんでこれ面白そうだから打ってみようみたいな。それでね、またね、意外と出すんだ。急にバキとかあの辺に急に手つけて、どういう台なんだろうこれみたいな感じで触り始めて出したりするんだよね。でまたそれでね、意外とすげえなって思うのが、でまあまあ広く浅く触って、一通りやっぱね、中身あーへーみたいな感じで、僕が知らない台とか結構知ってるんで、まあ、そのリスペクトして今日はね、ちょっとね、初打ちだからマリモイズムでちょっと突撃してみたんですよ。よいしょ、ジャックチェリー、スペックを抑えたハーデスぐらいな感じで覚え認識するとすごく分かりやすいかもしれない。で普通のガンツラッシュが、まあ、ケルベロスで、超貫通ラッシュが超ケルベロスっていう感じで意外にイメージすると結構分かりやすいかもしれないですね、うん。分かった、ここにあるこの枠の色がその時転送を引いた時のスタートの色だ。なるほど、チャンス、ベルいらないんだ、大事に行こう。さっき白で当ててっから、おい、いや外れか、緑まで行けば当たりうるっていうことは判明してるから、もう単純に緑の当選率で当たったと信じたい。おわ、きたー、よし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 、緑吐きた、はい、行ってくだち、赤まで行こう、赤まで行ってくだち。あーベル、あと3回、よしよし、もらっただろさすがに。ガンツゾーン突入、ちょっとどういうことですか。ガンツゾーンに移行すれば期待度 50% 超、なるほど、ヌラリヒョンゾーンに成功すれば超ガンツダッシュ、なるほどなるほど、もうこの時点で 50% 超だと。おい、もろたやろこんなもん、もろたな、さては。いや、これは外せないよ。何何、大丈夫でしょう、大丈夫じゃない、ほら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 、はい、やめろあ、やると思ったよ今、やら予感したもん、すげえ
50% ちょっ 50% でしょうね、多分 50% なんじゃないかと思ってます。さあもったいね、まあ中オーラまで行ったらガッツゾーンってことなんだろうな。あ、これまた当てたぞ多分。期待度転送が当たりましたね。早い、たったの5ゲーム白スタート。任せらんねえよ、無理だよ。さすがにも苦しいよ。もうこれ逆に白で終わらせて、そういうなんかそういう、うわーうわー、青、あ絶対当たんねー。 2% とか 3% の域だろ絶対これ。なんだ、ムームムームーム、これはこのチャンスで A が今超高っぽいステージに行ったんですよ。で多分ベッドでね、復活あたりとかではないと思うんですよね。ちょっともうここでチャンス目引いちゃった時点で何か分からなくなってしまったんだけども、とりあえず当たりましたね。これ直行当たり扱い逆転パターンではないと思うんだよな。なくはないか。さあそろそろ超ガンツダッシュがやりたい。100点下せ。3回に1回ぐらいでしょ。100点だ。30点減点です。毎回30点減点です。ここのナビ出しは熱いだろうな。90枚かな。ああまだあと1枚だ、あと1秒残って90枚。ノー、そうか、なかなかだね。いやー枚数にかなり余裕が必要だよな。奇数示唆の終了画面ですね。この終了画面にその確定形が出るので、まあ見た感じいつもと全然違うやつが出るんで見落とすことはないとは思います。トニーさん、これ7時まで当てなかったってすげえな。勝てるわけないやん。超ガッツダッシュ引っ張ってこないと、まあ話にはならないですね。間違いない。挟み込み中ってこれ落ちてくるんだな。おお、強チェリーどうですか。飲む、うわーすごい、あのブラックホール演出にそっくり。これまた広がるんだろう。私4回続けて、4回続いたら絶対当たりだよこれ。4回続いたら当たりだよこの演出多分だけど。あほら4回続いたら当たりだったよあの演出。ちょっと設定推測的にはやや厳しめっすね。チャンス目からの
サバイバルゾーン突入率が今11の1。おお、完璧。お、これチャンス目 B だ。お、フェイクリプレイ。あ、これでもあれ中だよな。お、直当たりだな、これチャンス目 B の直当たり。チャンス目 B 自体が800分の1ぐらいしか出ないんで、かなり強い役だろうなとは思ってましたけど、意外と直当たりすんじゃん。むしろ直当たりの方が当たってて多いんだけどたまたまラッキーなのか、それともその今まだ出たばっかりでね、チャンスゾーンがメインルートみたいなこと言ってますけど、実際打ってみたら、いや直当たりの半々やんみたいなこともあるんで、そういうパターンかもしれない。よし、さあ頼む。ちょっと設定推測的に厳しくなってきたから、超眼スナッシュやって出玉取って大移動も考えたい。超眼スナッシュやらずに大移動するのはね、尺ですね。ちょっと4回目の初当たり、そろそろ欲しい。毎回ボタンはでけえんだな。今だ、よし、今です。タイミングじゃないと思いますけどここで抽選する機会とか聞いたことないね。勝者来たぞ。まずは、5ゲーム間か5ゲーム間ガンツダッシュと一緒で乗せていきます。おお、40m。はい、80、さらに120。これ多分この5ゲーム間でまず最低200がもらえるんだろうな。うん、OK。 でこっからだ。こっからが 95% から 98% 継続で、ベルの時に終わるらしいんですよ、どうやら。なんでベルを引かないように、引かないようにしていけば結構いけると。平均400ちょいらしい。レッツゴー。青ナビなし、激アツ、緑カットイン、なんか引いた。そう、1怪しい、プラス25。本当にチェリーで、あ、そうか、鎖が出ると、まあ俺 MB だからその間は終わらないですね。5、8、あ、これゲーム数か。あ、これゲーム数ね。なるほどなるほど。オーケー。1ゲームあたりの上乗せは5から100だったかな。10ゲーム、ここが危ないと。オーケー。ご褒美、5ゲームごとにご褒美ももらえる。11ゲーム、はい、危ない、終わんない。はい、13ゲーム。まあベルテも、まあ終わらん、あんまり終わらない。あ、怖いね。あ、280。おい、あ、ベル引くね、結構終わんないね。よし、いいよ。あ、危ないか。300。OK、400は超えたいね。よし。あ、青なり、OK、続いた。ご褒美でプラス5。よしよし、はい、355。
はい、360、はい、365、ナビなし、ジャックチェリー、はい、ご褒美、さらに385、ここは落ちない、 MD だから、はい、よいしよし、390、よし、平均届くよ、はいはいはい、405、いいね、はい、410、415、はい、420、425、おい、39秒、これで40ゲーム、はい、ご褒美、445、41、5ゲームごとにご褒美がもらえるんだね、はい、43、あ、終わりそう、終わりそうな雰囲気出てる、あ、違うか、44、あ、終わりそう、終わりそうな雰囲気出てる、あ、終わりそうな雰囲気出てる、どうなの、あ、終わった、45で470枚、十分じゃないでしょうか、復活しないかな、あー、しないで、オーケーオーケー、よっしゃ、409、最初にね、準備中に20枚乗せてるんで490枚、だからゲーム数すると250ゲームぐらいかな、まあ、消化できる、で、これやってる間に今のもう一回引っ張ってこなきゃならないって感じですね、よし、チャンスとヌラリヒョン、あ、ヌラリヒョン出てきた、この方をやっつけてくだち、倒したら100点、出る、いや絶対レア役必要だよこれ、ほら絶対レア役必要だ、だって勝ったら超ファッチダッシュでしょ、そんな勝てねえよ絶対簡単に、あ、転送いそう、今中段にリプレイ揃ったけど ART 中に中段にリプレイ揃ったら初めてだね、いるねこれ、いるね、よし、ゲーム数は分かんないのか、 OK、ランツバトル、お、牛気、少し強い、でかい、どうも、好きなもの、野菜おっす牛気の方が勝ちやすい、ハーベル1本、あーかん、いかん、あーヒット当たった、うん、あと3回、いやーこれはいかん、ベル、いかん、余計の引いた、あー早い、ベル引くの早い、ノーヒット、あー、いやー、あー、これはさすがに当たらないやろ、もったいな、チェリーも引かなきゃなんねえだろうし、もうちょいリプレイで引っ張んなきゃなんないですよね、お、転送じゃないかな、よし、2回目のガッツバトル、お相手は、あ、弱い方、あー、いきなりベル引いてるここは勝っときたいな、あー、ラストジャッジなんだが、あ、なに、なんて、あ、勝った、勝った、全然
なんかよくわかんないけどこれで最後がチェリーっていうのが良かったのかな。よし、最低得点をマークしました。これがガッツラッシュの3ゲームか。おお、いいね、30万ゼルダ30万。トータル50枚かな。オッケーオッケーオッケー。まあ、ここはね、超ガンツラッシュの振りだけさすがに下がってますけど、こういうところでなんとか超ガンツラッシュまで引っ張ってこないと話になんねって話ですよね。30点ってことはねえんじゃねえかな。結構苦労して勝ったから。終わる。アドベル1個引いたら終わり。終わった。436ゲーム884、終了画面はまたキスしさと。超エクストララッシュ確定。これがマリモジャパンの力か。お？すげえとこ止まったな。あれ、これ MB 中じゃないよな。これなんだ。これガンツ揃いじゃないか。ほら、あ、引いたな。これ僕の経験上このためのやつの7点敗は